小型のプラスマイナス両電源装置を製作しました。プラスの電圧とマイナスの電圧をグランドを共通として同時に出力する電源です。オペアンプなどを使ったプラスマイナス2電源を必要とする回路の電源とすることを想定しています。今までに作った3つの装置を例にして、はじめに電源装置について説明したいと思います。最大電圧が 25V、6A の重たくて大きいトランスを使ったシリーズレギュレーター方式の電源です。端子が3つありますが、白い端子はケースに接続されています。プラスの電源として使う場合は黒と白をつなぎます。マイナスの電源として使うときに白と赤をつないで利用します。この電源装置は最大電圧 25V、3A のプラスマイナス両電源シリーズレギュレーター方式です。プラス電圧を 10V に設定すると、マイナス側もマイナス 10V の電圧が出力されます。ボリュームを回すと、プラスマイナスの両方の電圧が絶対値は同じで同時に変化します。このタイプの電源を小型にして、ノイズの少ない電源の自作を動画で解説します。3番目のこの電源はスイッチング電源にシリーズレギュレーターを組み合わせたハイブリッド 20V 2A の小型電源装置です。トランスを使っていないので軽いのですが、ノイズは比較的大きいのが難点です。シリーズレギュレーター方式とハイブリッド式電源のノイズを比較したのがこれです。ハイブリッド式電源はパルス状の細かなノイズがかなりあり、オシロスコープの基線がぼんやり広がって見えています。スイッチング電源のノイズを小さくすることは技術的にかなり難しいです。シリーズレギュレーター方式の電源は比較すればノイズは少ないのですが、もう少しローノイズの電源が欲しいので自作することにした次第です。電源装置で利用する部品の一覧です。今回の製作は少し複雑になるので、このユニバーサル基板を使用して回路を組み立てます。ユニバーサル基板の裏側は穴の周りに丸い銅箔が印刷されています。穴に部品を挿して裏側で部品をはんだ付けしていきます。プリント基板は作らないので、回路パターンは蛍光などの部品の足を切り取って出るスズメッキ線を曲げて銅箔にはんだ付けしながら製作していきます。これが利用する主な部品の一覧です。これはパワートランジスターです。7A、30W のトランジスターを利用します。シリーズレギュレータ方式なので、発熱がかなりあるので、普通は放熱板に取り付けますか。今回はパワートランジスターをケースに取り付けて放熱させます。この小さなトランジスターはパワートランジスターをドライブする小型トランジスターです。電圧の制御はオペアンプを利用します。これはそのソケットです。これは普通のシリコンダイオード、そしてこれは低電流ダイオードです。製作する電源装置は最大約 0.6A の電流まで流します。この1オームの抵抗はその電流を検出するための抵抗です。その他回路で使う抵抗です。穴を開けて部品を取り付けたケースです。赤は電圧を設定するためのボリュームです。黄色色はリミット電流を設定するボリュームです。出力端子は3個あり、赤がプラス、黒がグランド、青がマイナスです。ここにある LED は電流がリミット電流に達した時に点灯します。点灯すると低電流電源になっていることを示します。内部を見ると小型の電源トランスを2つ利用します。 16V 0.5A のトランスです。 14V の端子を使います。2つのトランスの 0V と 14V の端子を使います。整流して平滑すると、それぞれのトランスでおおよそ 20V の直流電圧が得られます。すでに整流回路と平滑回路を組み込んであります。この IC は基準電圧を発生する TL431 です。赤のボリュームを回すと 0V から 2.5V まで電圧が変化します。この端子が0から 2.5V の電圧を取り出す端子です。こちらはオペアンプで反転して0からマイナス 2.5V の電圧が発生します。これから製作する回路は K
低電圧回路ですか。見方を変えると、この電圧を 15V まで増幅する直流増幅器と考えることができます。電圧と電流の表示は、秋月電子で購入したデジタル表示の電圧電流計です。制作する電源はプラスとマイナスの両電源装置ですが、プラス側の電圧と電流のみモニターするようにしてあります。理由ですが、プラス端子とマイナス端子の電圧は絶対値が同じになるので、プラスだけ表示で済ませました。それから電流も、このボリュームでプラスとマイナスのリミット値も同じになるので、片方だけ表示するように簡略化しています。それでもリミット電流に達すると LED が点灯するので、試作回路の不都合を検知できるので良しとしました。これから組み立てるシリーズレギュレータの回路がこれです。入力電圧が高いと発熱が増えるので、必要最小限にします。 14V でリップルが漏れるようならば 16V のタップに切り替えます。どちらにするかは完成して実験して決定します。オペアンプの耐圧はプラスマイナス間が 30V 程度なので、プラスが20か 23V でも、マイナスは 5.6V の電圧にします。マイナス電源が 0V だと 0V から可変できなくなります。この回路を組み立てるために、部品の配置を考えて製作した実体配線図がこれです。この図を参考にして部品を配置してハンダ付けします。部品の配置は手書きの実体図を参考にしながら、はじめに大きめの部品を挿していって問題がないか確認しながら、大まかな部品の配置を決めてハンダ付けしていきます。それから出力端子やトランジスターを接続するための端子をハンダ付けしておきます。端子は切り取って捨てないで取っておいた抵抗などの足を利用して使います。回路図では重なるところも抵抗などでまたいで配線できるので、案外すっきり回路図通りに配線できます。参考までにスズメッキ線を曲げて端子を作ってみます。スズメッキ線を曲げて差し込みます。裏側で線を曲げます。余計な部分を切り取ってハンダ付けします。その他の端子もスズメッキ線を曲げて作っておきます。こうすることで部品を配置する目印にします。ハンダ付けした端子の部品を取り付ける側はこのようにニッパーで絞っておくと外れづらくなります。さらにハンダを乗せておくと、ビニール線をハンダ付けするときにとてもやりやすくなります。次に IC ソケットをハンダ付けします。すべてのピンを一斉にハンダ付けしないで、8ピン IC ソケットのハンダ付けは初めに4番と8番ピンをハンダ付けします。 IC ソケットのハンダ付けでは、まず電源のピンをはじめにして電源の配線を確実にしておけば、その他のピンで誤配線があっても IC を壊すことが少なくなります。ここまで基板が出来上がったら、マジックで端子の名前を書き込んでおきます。これも誤配線予防のテクニックです。動作の確認ができたシリーズレギュレータ方式の電源回路です。上がプラス側、下がマイナス側の回路図です。右側の図がそれぞれの実体配線図です。実際には少し実体図を変更しています。配線パターンはスズメッキ線と若干のビニール線で、結構すっきり出来上がりました。 IC の電源端子への配線はビニール線をあえて使っています。一つだけ回路を製作する場合はこのやり方がベストだと思います。実体配線図は部品面を上にして配線パターンを透かして見ている図なので、ハンダ付けする場合部品を確認してから反転して部品をハンダ付けするので慣れが必要かと思います。完成した電源装置です。パネルに取り付けた LED やボリュームの配線を済ませると、
このようにごちゃごちゃした状態になります。動作チェックをした結果、赤で書いた部品を付け加えました。この 0.1 マイクロファラットのコンデンサーは、電源を増幅器と見立てた時、周波数帯域が広すぎてノイズを増幅してしまうので、帯域を制限してノイズを小さくするために取り付けたコンデンサーです。負荷変動に対する応答は遅くなりますが、回路の電源にコンデンサーを並列に接続してカバーできます。この1キロオームの抵抗を並列に接続しました。入れない場合、電圧設定ボリュームを絞っても出力は 0.7 ボルトにしか下がりません。抵抗を入れると 0.1 ボルトに下がります。並列に入れたこの整流用ダイオードは、電源装置の出力端子に逆電圧が外部から加わった時の故障を防ぐための保護用です。出来上がったプラスマイナス両電源装置の操作パネルです。スイッチを入れるとパネルに出力電圧が表示されます。 0.1 ボルトからボリュームを回していくと電圧が上がっていきます。こちらはリミット電流を設定するボリュームです。これで 0.1 アンペア、0.2 アンペアと 0.6 アンペアまで設定できます。リミット値を0に絞ると LED が赤く点灯します。 LED が点灯している状態は、電流が設定した電流に達していることを示します。この時、この電源は一定電流を供給する低電流電源の動作をしていることを表します。出来上がった装置のレタリングに、手持ちのお名前フィルムラベルを使ってみました。ワワプロソフトを使ってインクジェットプリンターで印刷しました。設定はとても簡単でした。あとは剥がしてくっつければ出来上がりです。予想していたイメージとはかなり違いますね。後で剥がしてマジックで書き直すことにします。プラスの端子とグランドに20オームの抵抗を接続してみます。オームの法則通りに 0.2 アンペアの電流が流れます。ボリュームに触れたので少し電圧が下がってます。ここでマイナス側に同じ20オームの抵抗を接続します。すると電流がゼロになってしまいます。これは利用したデジタル直流電圧電流計がグランドに流れ込む電流を検出して表示するために生じる不都合です。マイナス側に同じ抵抗をつなぐと、グランドに流れ込んでいた電流がマイナス側に流れてしまい、キャンセルされるからです。あくまで電流値はおまけであると割り切って諦めることにします。しかし電流リミッターはそれぞれ独立に動作するので、接続した回路の不都合は判定できるので良しとしました。ノイズをオシロスコープで観察しました。左側が今回製作した電源装置のノイズの様子です。期待したほどローノイズとは言えませんでしたが、スイッチング電源よりはノイズが少ないので、まあいいのかなという感じです。最後にプラスマイナス両電源、低電圧電源装置の回路図を載せておきます。最後の最後にそれぞれの出力端子に 3.3 マイクロのコンデンサーを並列に接続しました。高周波で発信する場合があったので、このコンデンサーを接続しました。